東京の都心部でこう何の変哲もないようなビルたちがいるわけですけど、まあ、全然カラーがないようなところでもそういうのをこう見ていってどういうふうにできたのかっていうのを説明できるようなこう視座が欲しかったというのが一つと、やっぱり戦後から現代までの都市の変遷について考えると、やはり経済的な動向っていうことは欠かせないポイントだろうと思っておりまして、でその中でまあ土地の所有構造っていうのは、資料的にも、多く集まりますし研究がしやすい、さらにその場所ごとのこう所有者の属性を、研究で追っていける手がかりになりましたので、やはりそういうふうな経緯で、衣装の方だったりあとは構造とかエンジニア系の方なんか特に交流する機会が少ないので、まあ、そういった中でいろいろ議論してもらいたいし評価してもらいたい、で結構渾身の作ですので、これはぜひ見ていただきたいなという気持ちがありました。はい、その GIS とかすごいこうビッグデータを扱うっていう手法が僕らの中では全然こう手に負えないし想像もつかなかったものがあったので、そういったものの研究の蓄積があるっていうことをまず知れたことが僕自身にとってもすごい発見でしたし、まあ、そういったものを後輩たちもまあちょっとは見てもらって、そういうアプローチがあるんだっていうのを感じてもらえると、そこからもちょっとこうフィードバックもらえるものがあるんじゃないかなというふうに思いました。はい。